はい、皆さんこんにちは。イヤホンのりょうたです。そして、イヤホンの秋葉原店の大先生こと工藤です。今日はこんな2人で動画やってますけどね。はい、こちら。はい。これを見て何を思わないですか？何も思わない。はい。小1時間いただくことになりますか？いいんでしょうか？そうですよね。はい。簡単にご紹介させていただきます。こちら、はい、SE-MX9 アイドルマスターということでね、とうとう来ましたよ。アイマスのヘッドホン。はい。そしてこのヘッドホンの動画を撮るときが、来ましたね。ついに来ましたね。今かと待っておりました。はい、ようやくまとまった機会というか、撮ることができることになったわけでございます。こちらパイオニアさんの SE-MX9 というヘッドホンとアイドルマスターのコラボレーションモデル、こちらがねとうとう来たわけでございますね。なんでこのタイミング？そうですね。こちらもう一回先日その予約をもう締め切ってしまったかなとは思うんですね。今この撮影してるこのタイミングであってももう生産終了というか、まあ予約のね受付を1回終えておりますから、でも何かこのヘッドホンのその二次予約があるという話をお伺いしましたけども、とうとうまあこのね初耳、そうですね、うちの店頭でも結構ご視聴されてる方多いと思うんですけども、まあ店頭の方にもねちょっと予約締め切りましたという告知も置いておりますので、それちょっと残念な気持ちになっていた方も多いんじゃないかなとは思うんですけども、この度めでたく二次予約が決定しましたと。いうことで、満を持してねこの動画を改めて、撮らせていただいた次第でございます。そうですね、はい、というわけで、この動画もう不自然にね間が空いてますけれども、今回はですね、なんと特別に絢爛豪華なゲストの方々に来ていただいております。こちらのお二人です。どうぞどうぞ。はーい、珍しいというか、いつも言ってますからね。不思議な気持ちになっております。リレー役の青木瑠璃子です。よろしくお願いします。日本コロンビアの柏谷智弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、このね、お二人に来ていただける日が来るなんてね。いや。よもやというところですよ。びっくりですよね。超楽しみなんでこれ。いやもう僕らねその最初に驚いたのはねこういうヘッドホンが出るっていう話を最初に聞いた時にね何より驚いたわけですけれども、まさかそのアイドルマスターの方々と一緒に動画ができるなんてね。いやいやでもね本当にイヤホンさんの動画は結構僕もよく見てます。そうなんですよ。ちなみにサウンドチームはね結構来てますからね。お客さんですから客として来てますからね。ヘッドホン大好きですからね。まあ大事ですもんね、聞く上で。大事ですからね。はい、そうなんですよ。なので本当に動画で紹介させていただくというのは嬉しくて、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあこのね、お二人に来ていただいたというのには理由があるわけですけれども、今回まあお二人に来ていただいたのはですね、そのアイドルマスターのオリジナルヘッドホンをいろいろとご紹介していただくということなんですけれども、まずこのねヘッドホンに関して。簡単にご説明をしていただこうと思うわけですけれども、やっぱりね青木さんでしょう。ここはなるほど青木さんですよね。間違いないですね。ここにねおります私が演じておりたダリーナちゃんがおりますので、そういうことでよろしいでしょうか。そういうことです。はい、オーディオ好きですからね。そうですね。ヘッドホンかなりいっぱい持ってますから。はい、自信を持ってじゃあ紹介させていただきたいと思います。自信を持ってお願いします。全世界のトップ DJ に使用されている DJ 用ヘッドホン HDJ2000 をベースにクラブミュージックの再生に最適な新開発の大口径 50mm スピーカーユニットを搭載しました。新たに開発した振動板はコンピューター解析シミュレーションを繰り返し行い、振幅対称性の向上による歪み化、低域感度の向上および高帯域再生を実現しています。また磁気回路の持続密度を高めたことで感度と音質を向上させ、迫力のあるビート再生を実現しております。素晴らしい、素晴らしい。素晴らしいな。うちの店員でもここまで言える人はいないんじゃないか。すいません、私自身はですねそんなに詳しくなくてですね、ここまでねヘッドホンのこう解説を真剣に聞き入ったことは僕発表会でもなかなかないな。こんな間近でねここまで真剣に聞かせられることなかなかない。これに乗ってました。素晴らしいです。まあ今ですね、簡単にそのヘッドホンの内部のドライバーについて説明させしていただいたんですけども、まあその他にもこのヘッドホン多数特徴がありまして、こちらについても簡単にご紹介させていただきたいと思います。まずこちらですね、先ほど冒頭でも申し上げたんですけども、パイオニアさんの SE-MX9 という、DJ 用ヘッドホンをベースにしたヘッドホンがモデルになっておりまして、まあ確かに先ほどおっしゃった通り 50mm スピーカーで非常にね、迫力のあるサウンド再生が楽しめるものとなっております。ドライバー自体は非常に大きい 50mm のものを使ってるんですけども、形としてはオンイヤータイプと呼ばれる耳の上に乗せるタイプのヘッドホンですね、を使っておりますので、結構コンパクトにまとまったような形になっております。そういうことで結構オンイヤータイプって耳の上に乗せるタイプなので、そこで結構好み分かれるとかあると思うんですけども、こちらも結構イヤーパッド部分とかも非常にこだわりがありまして、非常に柔らかいものが使用されておりますので、かなりね長時間着用されていても結構疲れにくい構造になってるんじゃないかなと思います。あと結構付属のコードとかもこだわりがありまして、こちらの方には2種類ケーブルが付属している形になります。これがですね、1.2m、あ、こっち、あ、すごい出てきた。1.2m のポータブル用のコードと2.5m かな、カールコードが付属しておりますので、室内で使用される際でもポータブルとして使う際にも、使うことができるというわけですね。そういうふうに結構コンパクトになってますので、ポータビリティというのも優れておりまして、家でも外でも、両方お使いいただけるようなヘッドホンになっているかなと思います。これが実物ですか？実物です。なるほど。今開けると思わなかったな。めちゃめちゃ開封されてます。本当に未開封だったんで。新品ですね。新品ですよ。すごい素手でビリー破きました。すごいワイルド。なんか本当下にもこれ本体というかヘッドホンですけど、さっき言ってた。こちら、これ、そうですね。ポーチ、携帯するときに役立つポーチが付属しておりますね。ポーチあれですね。畳んだ時もポチって止まる。そう、止まるポーチが付いてるんです。すごい。ボタンが付いておりますね。こちらにも同じくアイドルマスターのシンボルがね、それぞれ3種類印刷されております。ケーブルも入ってますね。これあれですもんね。自分でケーブルも付け替えというかできるんですもんね。そうですね。あとこれどちらにも付けれるように、これ右にも左にも。そうですね。カーブがついてるんですけど、これどっちにもつけれます。なんかあんまりヘッドホンに詳しくない私の知り合いの原さゆりっていう人がケーブルが入ってるのかどうかをすごい気にしてました。なんかこう最初買ってこれだけで聴けるんですかって言ってたんで、これだけで全然楽しめますよね。はい。ケーブルが入ってないことはなかなかないと思います。あ、そうなんですね。ワイヤレスなら入ってないこともあります。あ、確かにね。あ、そっかそっか。最近はワイヤレスと有線と両方使えるってものが多いんですけど、はい。はい。密閉されてる。ね、このポーチだけでも俺ら上がったよね。めちゃめちゃいい。すごい上がったもんね。実物見たとき。普通に僕はしゃいでましたから。そうなんです。ね、もう説明する必要すらないと思いますけど、我々この左右2人はプロデューサーを。長年やっておりまして、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なのでもうこういうの見せれるとね、もう泣くレベルよね。感無量というかね。ヘッドホンももちろんしまいますけど、普通になんかいろいろ使えそうですよね。こう言ったらあれですけど、そうなんですよ。ヘッドホンをそうなんですね、入れないときは別のものを入れたりとかね、一緒に何か別のものを入れたりすることもできます。ちゃんとコードはコードで入るね。中もポッケ分かれてていいですね。はい。ちなみにこのコードの色もオリジナルなんですよ。オリジナルというか特注というか、元々のこの SE-MX9 のコードって1種類しかなくて、その1種類のパターンというのが赤と黒のツートンカラーのものだけなんですよ。で、今回このモデル用に黒のコードを特別作ってもらったので、これもゼロから新調します。そうですね。というものをモデルたちしますね。それこそそのヘッドホン自体もカラーがね、オリジナルの。そうなんですよ。だからこれも本当にこの色は存在してないものを本当に一から作っていただいたので、だから本当にあれですね。ある程度なんでしょう、数がないと生産できないタイプだったりするので、他のなかなかここまでオリジナルカラーで作るってことはなかなかできない感じでしたね。だから本当にいい色ですよね。青すぎず紫っぽい感じもちょっとするし。わかる、よかった。この色もね、こだわったんですよ。そのやっぱりキャラクターの色っていう部分もあってて、どの色が一番こうヘッドホンに合うかっていう部分とかも何色もいろいろこう色の当たり具合とかも考えながらやってます。さらに材質とかが若干違うとこも全部違和感なく同じ色になるように細かく実は作ってます。なんか全部普通にプリントなのかと思ったら、この辺なんかメタリックの板みたいについてて、スリースターズの星も全部そうじゃないですか。でもこれってつけたんじゃないんですよ。買ったんじゃなくて、もともとの1枚のあれのプレートを凸加工したものを上から磨いてるんです。だからペタッとつけたんじゃなくて、1枚のその板を凸加工して磨くという処理してるんです。へえ、そうなんです。すごい。なのでこうね、パーツを複数重ねてるんじゃなくて、こう削ってあるんです。そうなんです。これもだから多分相当なこだわりを持ってデザインされてますしね。さっきの色の話ですけど、僕らはヘッドホン作る時のその話をメーカーさんが聞くことも多いんですけど、色ってこの色って出すのもすごい難しくて、特に粉を見た時にうわまた難しい色にチャレンジしはったなと思ってそうものすごい難しいんですよね。いや、ありがとうございます。蛍光灯の下とか、あとはいろんなその光の下とかに確認しながら、一応この色で確認させたものがあってですね。いや見た目大事ですからね。大事です。こういうハイエンドなヘッドホンでこんなねしっかりと青々してるものってなかなかないんじゃないかなと思うんですよね。結構こう高いものになってくるとやっぱりその高級感ももちろんあると思うんですけど、黒であったりシルバーであったりっていう風に結構シフトしていくと思うので、そういう意味でファンアイテムとしてもこうしっかりと難しい色を出しているっていうだけでも価値がある。意外と青ってないんですよ。僕は意外とあんまり青のヘッド見たことなくて、たまに赤とか何種類あるんですけど、そんな僕青見たことないから意外とねこれいいなと思いました。なんか割とアイマス関係の T シャツとかも黒とか白とかが多いから目立ちますよね。ね、目立つ。すごい、私黒ですけど青って感じで、おしゃれおしゃれいいですね。はい、とてもいい。やっぱりヘッドホンだから結構ね、物自体もイヤホンとかと比べて大きいので、首元につけてても非常にアクセントになると思いますし、そういう意味でも結構いいですよね。これ多分青木さんはもう何度かつけてらっしゃるじゃないですか、生放送とかで。あれを見せられたらそらみんな予約するよね。確かにしろよ。まああれですけど、でもここの耳のこのなんていうんですか、ここふわふわのところ、エアパッドの部分、ここもなんか触ってて気持ちいいなと。この間なんかいろいろなヘッドホン触らせていただく機会があって、なんかその時にもいろいろ触り比べて思ったんですけど、かなり気持ちいいですよね。そうだ、意外と結構長い時間作ってても、人によって頭の形状違うから何とも一概に言えない部分はあるんですけども、耳がそんなに痛くならないはずです。実際このヘッドホンって側圧と言われるこのヘッドホンの挟み込む力っていうのは強い部類に入るんですけれども、イヤーパッドを立体補正って言って、昔のヘッドホンのイヤーパッドってドーナツ型でくるんっていうこうチューブ状の形をしてたんですね。でこのヘッドホンって触れる部分が別でこう面に縫製してあるので、見ていただくと分かるんですけど、ここの面が別のもので構成されてるじゃないですか。平面になってるというか、なのでこう密着した際のその力の分散っていうのを計算して作られてる。見えないなこれ。逆にしてさすがこれがこういう力がないとコロンビアの偉い人にはなれないんだな。こういう状態です。見えましたかね。大丈夫だと思います。はい。これがねすごく分散させてくれるので、きっちり密着はされるんですけれども、そんなにこう強烈に痛くなったりしないっていうような工夫がされてるヘッドホンの一つですね、これは。はい、でちなみに今ね、イアオさんのヘッドホンを紹介していただけるということで、はい、特別にですね、サウンドチームの方からも動画をというか、コメントをですねいただいてきました。なんとので見ていただければと思いますので、まずはじめにこれはですね、このヘッドホンを作る監修チームの一人でありますもなかの田中秀和さんからのお祝いのコメント、お祝いかな、紹介のコメントです。見てください、どうぞ。皆さんこんにちは、もなかの田中秀和です。今日はこのヘッドホンを紹介させていただきます。このヘッドホン、アイドルマスターモデルのヘッドホンなんですけども、この監修に僕も参加させていただきました。監修っていうと、何でしょう。どのモデルが、アイドルマスターみたいなそういう女性のボーカル楽曲を聴くのにふさわしいかっていういろんな観点からちょっとこのヘッドホンがいいかなみたいないろいろ比べして結構いろんな意見出し合って最終的に決めたモデルなんで、すごく自信を持ってお届けできるヘッドホンになっていると思います。これでアイドルマスターのですねハイレゾの楽曲なんかもたくさん聴いていただけると嬉しいです。デザインもすごく素敵ですので普段使いにもぴったりかなって思いますので、ぜひこれでたくさん曲聴いてください。よろしくお願いします。はい、というわけでありがとうございました。田中君からのですねコメントでした。そのこの間あれだよね、ラジオの方にもゲストで来てくれたんですね。そうです。でいろいろとこれについてもですよね、お話いただいて、まあ、アイドルシンデレラガールズの中では「スター」というですね、アニメのオープニング曲だったりだとか、あとはアニメの方でも「マジック」っていうですね後半の方にもいいところでかかる、曲だったりだとか、本当に要所要所でかかるですねいい歌を、作っていただいた、方だったりします。でその方が、このサウンドチームというかヘッドホンの監修チームに今、で力を貸してくださいまして、さっき話した通りのですね選定作業とかもしていただいたりしております。はい、はいでですね、もう1人2人メッセージが届いていましてですね、紹介するの難しいのでまず映像を見ていただければと思います。どうぞどうぞどうぞ。いいっすね。何がいいって、これオリジナルカラーだからね。なるほどね。フォルムを褒めなきゃいけないのかな。まずあとこれね、コンテンツこれ1個ずつ、あこれね気が付いてますね。ちゃんと全部入ってることをピンクレーとこれ見るし、スイーツだね。はいはいお買い得ですよね。色もこれなんでブルーなんですか、ちなみに。これやっぱり音をアイドルマスターで音を司るキャラクターちょっと青が多いです。ああなるほどね、間違いない。そうなるほどなるほど。これまあいいなかかりやもんで、まあこれちょっとねDJを普段やってるんで今だからああなるほどね。だってつけ心地とかはあいい速圧でしょ。ああほらこれもう絶対使ったらもう使いやすいし、いやでも実際ねあんま長時間つけても結構大丈夫な感じの速圧になってますね。使いたくなる感じなるけど、これも買っちゃおうかな。いやこれお買い得だと思う。今すぐ買ったな。予約した方がすごくな。僕なんかもう多分4つぐらいは多分アップデートなんだと思うんですよ。わかるでしょ。だから絶対にこれいいから。よし買いだ。よしイエーイ。はいありがとうございました。イエーイイエーイイエーイってすごかったですね。なんかいろいろとなんか温度差が前半後半の温度差がすごいありましたね。そういうコントラストあれはなんか会社の違いみたいなところ。あああまあでももともとなんでしょうね、中川さんも野湯拓さんもとても陽気な楽しい人だったりするので、なんでしょうね、そういう性格の良さとかもですね、性格の違いも映像から見えたんだなと思ってます。とてもよく伝わるでしたね。元気でよかったですね。元気でよかったです。大人に言う言葉じゃないですよ。でもあれですよ、中川さんはアイドルマスターというコンテンツのサウンドプロデュースとても偉い人です。お世話になっております。そうなんですよね。誤解しないでください。はいというわけでいろいろこのヘッドホンのね説明をこうしていただいたりしたりしてきたわけですけれども、どうですか青木さん、興味持っていただきましたかこのヘッドホン。もう前からもうずっと発売というか実際聞いてみたいのってずっと思っててつけてはいたんですけど、なんかやっぱ聞いてなんぼじゃないですか。聞いたことなかったんで、そもそもハイレゾってものは私あんまりちゃんと聞いたことがなくて、なんですごい気になってるんですけど。なるほど。じゃあですね、ちょっと僕たちがこのヘッドホンで聴くのにもこれがふさわしいぞというアイドルマスター楽曲をチョイスさせていただきましたので、ぜひそれをですね聴いていただこうかと思います。よろしいでしょうか。はいお願いします。ぜひじゃあちょっと青木さんにその楽曲を聴いていただきましょう。では早速ですけれども青木さんに僕が選曲をさせていただきました素晴らしきアイドルマスターの楽曲の中から1曲頑張って選ばせていただきました。僕が一番好きな曲ですね「ホテルムーンサイド」という曲をチョイスさせていただきましたので、ぜひどうぞ聴いてください。ヘッドホンで音楽を聴いてるだけの絵面をこうやって見てるだけというのはなんかこう確かにそうですね、緊張しますね。合格発表を待ってる感じ。なんかめっちゃ音量上げたくなる。音量上げたくなる。上げていいですか。どうぞどうぞ。全然外の音聞こえないし、私の喋り声も聞こえないんですけど、ヘッドホンで聞いてるって感じがします立体的なんて言ったらいいんだろう。なんかイヤホンで聞くこと多いので、あ、なんでかわかんないけどすごい緊張するそんな嬉しそうな顔していやらしい気にすんなよもうキスキスはいびっくりした私結構いてないからびっくりした今のでね、今どの辺聞いてるかってあれですね、ボーカルが聞きやすいんですけど、ちゃんと低音とかも聞こえるんですよ。なんかイメージですけど、すごい下の音がそんな詳しくないからあれなんですけど、すごい聞きやすいヘッドホンってなんかやっぱ下の音がすごいよく聞こえて気持ちいいんですけど、じゃあボーカルを聴けるかって言ったら微妙なとこあったりとかするじゃないですか。その辺のバランスがすごい気持ちいいなっていうふうに思いました。まさしくおっしゃる通り、僕が付け出す要素何もないですね。以上です。仕事放棄するわけにいかないんですけど、まあおっしゃる通りで、低音が出てるっていうその低音の存在感っていうのはすごくあるヘッドホンなんですね。やっぱりもともとこのヘッドホンはクラブミュージック向けにそもそも最初に開発されたヘッドホンなので、その点は非常に的確なレビューだと思うんですけれども、それに対して声がちゃんと聞こえるっていうのはすごく大事なコメントで、低音だけ量を出すのってこう実は簡単なんですよ。低音がたくさん出る仕組みっていうのはとても簡単なんですけど、低音をただ出すだけ出してしまうと他の帯域の音にこうかぶさってきて混ざってしまうんですよね。だから低音がすごく支配的で、声とかが遠いとか混ざってごちゃっとしてるとかっていう風になりやすいんですけれども、それをさせないためにこううまくチューニングしたりとか内部の構造的なことをやってるっていうのがこのヘッドホンのすごいところなので、こういう EDM っぽいダブステップっぽい曲をの中にボーカルが存在するっていう曲を聴く際にもすごく威力を発揮するヘッドホンですね。はい、素晴らしいコメントです。でも本当なんかやっぱ気持ちいいじゃないですか、下のところをドッとって、はい、特にムーンサイドとかそういう曲なので、それを楽しみつつもちゃんとこう声が聞こえてくるし、いいですね。いいです、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいゆっくり聴いちゃうじゃあ続いては私からも、ぜひこのヘッドホンで聴いてほしいアイマス曲を1曲選ばせていただきます。はい、いやー良好ですね。そっちになる。じゃあ僕が聴いていただきたいのは、Dazzling World マスターバージョン、こちらをね、ぜひ聴いていただきたいと思います。すごいいい選曲やんありがとうございます。さすがって感じやね。ちょっとね、思い入れの強い曲なんですよ、Dazzling World は。大先生のリツコピーいつコピーですよね。でも今回は何でしょうね、すごく難しかったんですけど、僕がやっぱり一番アイマスにハマってた頃ってマスターボックスとかも含めて1000曲ぐらいアイマスしか入ってないプレイヤーを持ち歩いてた時代だったんですけど、その頃はそのヘッドホンの視聴とかも全部アイマスだったんですよね。その時の1曲で使ってたのが「ダズリングワールド」で、すごく音楽としてシンプルな、比較的シンプルな楽曲なので、かなりその分かりやすいですね。分かりやすいかなというところで、はい。じゃあ、秋月亮ですからね。その通りでございます。リスコピーからすれば、だからいい感じの選定ですね。僕もまさに親戚かのような気分。思い入れが深いね。もうさ、秋月さんと結婚して婿養子に入った方がいいんじゃない？危ういですよ。危うい。それは僕の口からイエスともノーと。緊張する。本当だ。わかります。手汗が出ますね。出る。どこまで話しました？そうですね、結婚したら秋月になりたい。なるほどじゃないです。彼の生い立ちからそこまで話しました。おおむねそんなところですね。あれですね、すごいポップな曲というかこうリズミカルな曲で、なんかこう聴いてて思ったんですけど、なんか初めてCD 買った時とか、初めてこの発売された曲聴く時って、なんかなるべく私的には一番いい環境で聴きたいと思う派なんですよ。初聴きの時、フルで初めて聴けるぞって時に、なんかそういう時になんかこう誰にも邪魔されずにいい音を味わえるってすごいいいなって思いました。そうですね、やっぱりこの「ダズリングワールド」っていう曲が結構楽曲のそのバックも含めて結構シンプルな構成なので、結構クラブ系の大きい曲と比べると結構静かな楽曲だと思うんですけど、それだけにやっぱり周りの環境音って結構気になるのかなっていうところはあると思うので、やっぱりこちらのヘッドホンはその、まあ、オンイヤー型なんですけど結構そこそこ側圧があって、はい、で結構イヤーパッドも厚みがあるので、そういう遮音性の高さっていうところも結構その音楽に入り込める良さがあるのかなとは思いますね。はい、すごい声の伸びみたいのが感じられますよね。なんかその辺のなんか空気感なんていうんだろう、立体感的なのがすごいわかりやすいというか聞きやすいなと思いました。ちなみに作曲家誰だと思いますか？渡辺亮さん。お、知ってますよね。マスカワの撮った時に何度作曲されてる方だってめっちゃ調べました。そうなんです。あなたがねトライアルとスカイの作った作曲家さんが同じ曲を作ったんですね。はい。はい、では次にですね、私が選ぶ、青木さんに聴いてほしい曲なんですけども、トゥーダンス2というですね、クラブミックスをしたアルバムを実は、発売しておりまして、その中で、遠山明孝さんことアジュリカさんがですね、リミックスされた、楽曲が入っておりまして、こちらもさっきちょっとりょうさんがおっしゃった通り、クラブ向けのもともとヘッドホンというものだったりするので、ぜひですねこの音を聴いてほしいと思って選びました「君はメロディー」のアジュリカリミックスです。めちゃめちゃマニアックなところですね。はい、多分初めて聞きます。君はメロディーって曲自体は安田稲穂さんのサウンド、内田さんというですね、お願いシンデレラを作られた方が作曲してるんですけども、それは遠山さんがクラブ向けにリミックスしたっていうことだったりするんですけど、もともとこの企画自体が普通のリミックスっていうよりはもう好き勝手ないんですけども。あまり制限なくそのクリエイターが思うがままにリミックスしたいという、そのままやってほしいっていうので、作ったリミックスなんですね。なのでエッジがすごい効いた曲がすごい多いんですよ。ただ逆に言えばエッジしかなかったってすごいこうとんがったというか攻めた感じになってますね。遠山さん自身がとても本当にクラブ系の音にうまい人だったりするので、特にキックの強さみたいなところは大体人特性なんですね。多分そういう部分があるんじゃないかと。そうですね。やっぱりもともとねクラブ系チューニングとは言ってもそれしか聴けないっていうわけでもなくて、まあ、いろんな表現をできないとねこういうオーディオ製品って評価されないんですけれども、まあ、その中でも、まあ、特筆してそういった音源とかに合うというふうに考えれば、やはりそういうなんていうか EDM 的な電子音が多いような楽曲っていうのは非常に得意としてるヘッドホンですからね。そうですね。本当にこういうヘッドホンでちょっとこう日が落ちた時間帯とかにこういう曲聴くとテンションが妙になっちゃうんですよ。はい、わかりますわかります。どこまで喋りました？いや今名字が何になりました？テンション上がるなって話をしたんで。でもどうでした？なんか何の音って言っていいかわかんないですけど、ピーポーポーピーポーみたいな音があるじゃないですか。なんかそれとさっきのホテルのサイドみたいに低音もちゃんとこう入ってて、それも入ってて、かつこう声も入ってて、結構音の多い曲というかそれぞれが主役みたいなパートが多い曲ですけど、なんか全部がちゃんとこう聞こえてくる感じだなと思いました。そうですね。特にクラブ系の音なので低音は確かにね強い部分はあるんですけども、低音が変にベタっとならずちゃんと引き締まった音で立体感のあるような感じを、まず空間感を出すようなそのヘッドを特性持ってるので、おそらく上の方も下のバランスよく曲が。そうです本当に。はい。でさっきちょっと話した通り低音がしっかり出ててもかつボーカルを邪魔しないっていう部分があるので、多分この曲とか聴いてもらえれば分かりやすいかなと思ったりしました。はい。選曲がまず素晴らしいなって思いました。ありがとうございます。よかったです。本当に素晴らしいなと思いました。さて、ではあとは実は青木さんにもですね、そうなんですよ。せっかくの機会なので発売前にぜひ聴かせていただきたいと思った曲がありまして、まあ私歌っておりますスパークリングガールという。カナリーナの2曲目のソロ曲なんですけど、それをちょっといい環境で聴かせていただきたいなということで、なのでまだ CD で発売してますけども、今ハイレゾ配信とかも今後始めていこうと思っておりまして、それでいつねそれが配信されるかっていう部分は、この曲はまだ正式に決まってるわけじゃないんですけども、最終的にというかそのうち配信されていくはずだったりします。なのでそのスパークリングガールのハイレゾ版今まで3曲聴きましたけど、全部これは CD 版版のそうですですもんね。はい、ハイレゾ版で聴ける。はい。すごい聞き逃せない情報があるんでメモっとこうな。じゃあはいハイレゾ版で聴かせていただきたいと思います。緊張します。確かにハイレゾですよ。でもアイマスのハイレゾ音源っていいですね。いや本当にずっとね心待ちにしてたんですよ。すごい今すごい少ない情報の中にめちゃくちゃ感情乗っけたね今。いいですねというか。いやありがとうございます。本当ハイレゾってやっぱり難しい部分があってその聞く環境をCD とは違ってやっぱりそういう環境でないと今違いがわからないというか違いがわからないじゃないですか。なのでハイレゾはハイレゾにちゃんとしっかりマスタリングをしてそっちのちゃんと聞く環境を持った上で聞く人用に作らなきゃいけないということになってくるんですよね。なのであるものをその渡すというよりはもう一回ゼロからというかちゃんとハイレゾにマスタリングし直さなきゃいけないという工程があるのでたくさんいっぱいこう同時にポンと出すわけにいかずに結構配信のスピードの方も何曲かずつちょいちょいと出していく感じになるかと思います。出していただけるだけでね僕らその音にこだわりのある人間からすれば嬉しいですよね。自分の曲を聴いてると真面目に聴いてしまうんですけどなんだろう私の代わりにリーナが完璧に歌ってくれてる感じがしました。だってあなたですよ。そうなんですけどなんでしょう普段自分でレコーディングの時も聴きながら歌うじゃないですか。でその後完成版自分の家の環境で聴くじゃないですか。なんかどれとも違う感じがするんですよ。生で歌ってるとやっぱその自分のナウの体の感じとって乗ってくるんですけどなんか人を歌ってる感じするですね。他のどの曲でも思うんですけどなんかなんだろう細かいとこ聞こえるっていうんですか声の。なんかいつも自分で聴いてる感じだと割とその辺の部分が多分カットされてまっすぐ声だけ聞こえてる感じなんですけど息なんでしょうね細かい響きなんか聞こえる。そうなんです。CD にする時っていうのは基本的にはコンプかけたりとかしてて音圧をあると上げるんですよね。でそれってなぜかというと CD の場合だといろんな聴き方の環境が特定されないというかマスタラで聴く人もいればラジカスで聴く人もいるし高級なヘッドホンで聴く人もいれば安めのヘッドホンで聴く人もいるという全員まんべんなくみんなが楽しめる音にするためにある程度音圧を上げてで聴きやすい感じの音をしてるんですよ。でもそれってそのために犠牲にしてるものもあったりしててその音を上げるということは何かの音は避けてることだったりするわけなので音派手にする代わりにさっき青木さんが言ったような細かい部分とかが聞こえる本当は聞こえた部分だとかが少しだけこうだんだん立ったりするのがあるんですね。でハイレゾというのはマスタリングもね違うしもともとそういう派手に作ってるってことを強調していないので細かいニュアンスとか息遣いが聞けるようになってるんです。まあちょっと怖いですねなんか。であなたが歌った時の表現した部分がちゃんとしっかり聞けるようになってるんです。私歌ってるんですかみたいな。あなた歌ってるんです。あなた歌ってるんです。なんかいつもと違うからちょっとなんか変な感じします。あ、こうなんですね。そうです。これがなんでしょう。一番なんでしょう。完全な形のお届けできる状態というか。完全というか、その逆にその代わりその CD にあるようなその派手さみたいなのがなくなってるんですよね。あ、でもそうかもしれません。さらに言うと、例えばラジカスとかで聞いた場合にその細かいところまで把握できないと思います。だからそういうハイレゾという環境で聞いて初めてわかるかもしれない。そういう場合では今のこの音がいいと思うけども、そうじゃない場合だと CD の音がよく。ああ、なるほど。その場その場にいい感じにはなってるけど。そう。あ、でも本当この環境で聴くんだと、で結構静かな感じで今聴かせていただいたんで、なんかすごい私のためにライブしてくれたみたいなそんな感じします。よかったです。素晴らしい感想をそういう感想待ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけでアイドルマスターのこのコラボヘッドホンご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。聞かないと分かんない部分かなりあると思うんですよ。まあ、ほんと最初つけ心地だったりとか見た目だったりとかその辺から入りましたけど、なんかやっぱこうちゃんと環境を整えて聞くと全然音違うんだなっていうのがよく分かったので、なんか一回試していただきたいです。なんかそうすると多分一番こう口で言うよりね聞いた方が分かりやすいかなっていうところもあるので、はい、是非一回聞いていただいてで、まあ、よろしければご購入していただけるといいんじゃないかなって思いました。はい、ありがとうございます。そうですね、例えばアイドルマスターの音を作った時にやっぱりいろんな聴き方があると思ってて、さっきちょっと話した通り、例えば普通の CD で聴いたり普通のヘッドホンで聴いたりっていう部分以外にもまあ、ちゃんとハイレゾヘッドホンとかで聴いたらまた違う新しい発見があったりするので、一つの曲でもいろんな角度からいろんな魅力をですね、その中から感じていただければ作り手側としてはとても嬉しかったりしますので、ぜひですね、いろんな環境で、別にこのヘッドホンってこだわることもないんですけども、本当さまざまな環境でいろんな感じで聴いていただければ嬉しいと思ってます。でもね、とても本当に嬉しいことに、予約の方もですね、とても大変多くいただきまして、二次予約の方もですね、始めますので、ぜひこの機会にですね、予約していただければ私とても嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか？いやー、なんか改めてまだ夢心地のような気分ではあるんですけども、よもや本当にね、こんな形でその動画を撮れるとは思ってはいなかったので、まあせいぜいね、僕とりょうとさんで「イエーイ、アイマスヘッドホン出ました」みたいな感じで終わりかそんなノリか俺はそんなノリか思ったんですよ。まあオタクが2人はしゃいで終わりだろうなみたいなところはあったので、これをなんかこんなに大きく素晴らしくできたというのは嬉しいことだなと思いました。小学生のような感想になっちゃいましたけど、大先生 P ありがとうございました。はい、というわけでですね、このアイドルマスターのヘッドホン、はい、嬉しいことに二次予約が開始されるということでですね、買い逃した方、躊躇してて終わっちゃってたなんていう方もですね、ぜひぜひ、イヤホンでも二次予約開始いたしますので、次のこの機会をですね、逃すともうないと思いますから、うん、はい、ぜひお買い逃しなくご予約をよろしくお願いいたします。はい、ではイヤホンの亮太と同じくイヤホンの大先生とただりの役の青木瑠璃子と日本コロンビアの柏谷がお送りしました。ありがとうございました。さよなら。イエーイ。